て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は仮面ライダーギルスの強化フォームについての動画となります。おお、3号ライダーまで強化形態がもらえたのか。さて、そんなギルスの強化形態は、マシマからアギトの力を譲り受けたことで変身可能となったこちらの、うわーでおなじみの仮面ライダーエクシードギルスです。なんか全身が常時トゲトゲになったぜ。もともとは不完全なアギトであったギルスが、アギトの力を得たことで進化したハイブリッドな形態であり、アギトと同等の力を得た姿です。その証拠に、アギトやアナザーアギトにもある、ワイズマンモノリスが胸部に出現しています。ワイズマンモノリス？力を制御、コントロール、循環させるための機関で、ギルスの時はこれがなかったため消耗が激しく、長時間戦えませんでした。それが出現したってことは、力のコントロールができるようになったのか。さらに手甲から伸びる爪のギルスクロー、かかとから伸びるヒールクロウも常時展開しているほか、肩や肘に鋭いトゲが生えています。力を制御できるようになった割には、なんか攻撃的な感じに見た目が変化しているような気もするな。まあ、もともとのギルスの上にアギトの力が上乗せされてるので、制御した上でパワーが溢れてるんじゃないでしょうか。なるほどな。もう一つ変化したのは、背中からギルススティンガーという触手が生えており、ギルスの意思で自在に操ることが可能です。味方サイドのライダーが触手攻撃って珍しいな。この触手で敵を捕獲したり、鞭のようにしならせて離れた敵を攻撃するほか、敵を刺し貫く攻撃も可能です。なお、この攻撃はアギトの最強フォームのライダーキックの威力を上回ります。主人公の最強フォームより破壊力のある触手か。必殺技はエクシードヒールクロウ。動きはギルスヒールクロウと同じですが、脚力がパワーアップしているため、威力も45トンに上昇しています。必殺技は純粋にパワーアップした感じだぜ。この必殺技を両足で行う、ダブルエクシードヒールクロウというパターンも存在しています。両足でかかと落としは結構きつそうだぜ。さて、こちらの形態なのですが、前述の通りマシマからアギトの力を譲り受けたことで変身が可能となりました。マシマは確か、昨日慕っている少年だったな。はい、マシマはアギトに目覚めかけた際、キノに殺されかけたのですが、その時リョウが彼をかばって重傷を負ってしまいます。リョウ、また人のために自ら傷ついて。リョウを治療するため、彼はマナに直してもらおうとしますが、彼女はすでに治癒能力を失っていました。マナちゃん、人を直す超能力も持ってたのか？はい、物語中盤でリョウは一度死んでいますが、本物の津上正一の手引きにより、マナの超能力にて息を吹き返しました。その際、マナの治癒能力だけが消失しましたが、その代わりか、リョウはギルスに変身しても体が老化しなくなっていました。力の一部が移ったのかな？これ以来、リョウはマナに恩義を感じており、彼女の頼みは心よく引き受けるようになりました。命救われた上に、老化現象も直してくれてるもんな。話を戻して、マナが頼れないとなったため、彼女と正一に手伝ってもらい、リョウを病院へ運び込みますが、病院は手術をキノに依頼しました。そりゃ病院サイドは事情知らないとはいえ、よりにもよってキノに頼んじゃったか。ですがキノの右腕はリョウを殺すことを拒否、同時にリョウも意識を取り戻したためその場から逃げ出し、再びマシマは彼をかくまい看護を続けます。ただ、マシマは医者ではないため、リョウの容態は次第に悪化していき、もう手詰まりとなったところに、本物の津上正一が現れます。この人、リョウのピンチになるといつも出てくるな。リョウのピンチというより、アギトの力を持つ者を助けているっていう感じなんですけどね。彼の助言により、マシマは自らのアギトの力を手放し、リョウに力を譲渡。これによりリョウの体は治り、マシマは普通の人間に戻りました。あ、普通の人間に戻ったってことは、これでキノからも命を狙われずに済むのか。その後キノにアギトの力を捨てたことと、自身の心境を話して彼を説得するものの聞き入れられず、自分の可能性を捨てた腰抜けと罵られました。キノ、未だに歪んでるんだぜ。
昨日はアギト抹殺のため、翔一と氷川さんの共同戦線を跳ねのけ、翔一を変身解除まで追い詰めた後に殺そうとしますが、そこにエクシードギルスに変身した龍が参戦、形勢が逆転します。翔一を助けるためにエクシードギルスに変身したのか。エクシードギルスはアナザーアギトにとどめを刺そうとしますが、マシマがとっさに龍を止めたため、昨日不当から蹴り落とした後、龍は彼を救出しました。殺しはしないけど、それなりに痛い目にはあってもらわないとな。昨日は目を覚ますと、自分を救った理由を龍に尋ね、その甘さを糾弾しましたが、それでも自分の過去から逃げずに自分を貫く彼の姿勢に触れたことで、以降は昨日の態度も軟化し、翔一たちと共闘する道を歩み始めることになりました。なるほど、前の動画の紆余曲折ってのはこの部分の話だったのか。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。